んこんにちは、ゆりこタイガーです。どうも、これでわかるかな。もっくりちゃん、もっくりちゃん、もっくりちゃん。そう、多分インスタとかツイッターでフォローしてる方はもう知ってると思うなんですけど、実はシティハンターのプレミアに誘っていただいて、なんとPR の、仕事を、させていただきました。わお、ネットフリックス映画シティハンター、いよいよここ新宿から始まります。それではもっこりスタート。いや、すごかったですよね。いやー、素晴らしかったし、あと新宿の真ん中にあったから、なんかもうどこから急にハンターが出てないかなって思ってて、あれ、ハンター、ハンター。そう、実はね、シティハンターといえば海外の、まあ、特に私イタリア出身だからイタリアのことメインで話すなんですけど、大きな違いがありました。映画はもう見られたんですよね。見ました。そのレッドカーペットの時ですね。レッドカーペットの時見ました。俳優さんとか女優さんにもちょっと、はい、どうでした？映画の方は。映画の方はすっごく良かったです。あのね、オタクとしてやっぱり実写になる、実写になるとやはりちょっといつも、大丈夫かなってちょっと心配してるところで行くなんですけど、オタクとして言える 100% 良かったです。いやー、めちゃめちゃ良かったです。今までの実際いろいろね、日本で見たんですけど、シティハンターが一番良かったです。今までは本当に一番良かったです。へえ、やっぱりその話題になってるのが、そのね、鈴木亮平さんが演じる、ね、そう、サイバリョウだったんですけど、どうでした？イケメンだった。やばいイケメンだったんですよ。私はね、多分皆さんと知ってると思うなんですけど、なかなかね、私好きな俳優さんがいますかってあんまりないし、あんまりなかったなんですけど、本物のリオサイバがね、見た瞬間に、あ、やばい、ちょっとドキ、初めてドキッとしたかもって思って、いや、本物すぎる、なんかもう、え、リオサイバやん、リオ本物やんってな感じ。もう歩いてた瞬間に、もう彼は本当もう 100% そういうインキャラクターだったんですよね。うん、素晴らしいイケメンだった。で、海外では今全世界ナンバーワンにこのシティハンターのプレックスになったってことですけど、どうです、イタリアでも見られてるみたいですか？そうですね、イタリアにも最近ネットフレックスに入れてたみたいなんですけど、今トップ5に入ってると思いますね、映画の中で。まあ、やはりイタリアだとシティハンターはね、めちゃめちゃ人気があったから、みんな楽しみで待ってたんです。あ、シティハンター自体がイタリアでも有名だったんですね。そう、実は有名です、めちゃめちゃ有名です。お父さんがね、大好きだった。なんかちょっとさっき聞いたんですけれど、当時放送されていたものが、はい、日本人が知ってるシティハンターと違う点が何点かあるって聞いたんですけど、ちょっとそこら辺教えてもらっていいですか？そうです、まずはもっこりが分かりません。じゃーん、このもっこりさん、もっこりさん、もっこりさんみたいなことがね、もっこりちゃん、もっこりちゃんだったっけ、もっこりちゃん、もっこり、もっこり、もっこりという言葉は分かりません。イタリアだとなんかシティハンターの言葉だと勝手に思ってたし、一番最初の放送は実は全部カットされてたんですよ。そのリオサイバー自体も真面目なのキャラクターだと思われたみたいんですよね。そのほとんどのちょっと、まあ、セクハラみたいなシーンとか、まあ、下ネタのシーンがね、ほとんどカットされてたので、一番最初の放送は。だからもっこり自体の存在は知らなかったし、プラスで、まあ、ちょっとコメディが入ってるんですけど、こんなに変態、こんなに変態だったのみたいで、お詫びとかそういう DVD のリリースする前まではほとんどみんな知られなかったみたいんですよね。で、もっこり自体という言葉は私も
分からなかったです。イマジネーションの言葉とみんな思ってたので、まあ、もっこりっすのままは今言ってるなんですけど、そうですね、イタリア語の言葉はないです。だから、分かってる人もいるし、でも分かってない人がたくさんいると思います。じゃあ今、ネットフリックスで放映されている海外版はどういう風な表現？もっこりだった。あ、じゃあ、もっこりのままっていうことですね。もっこりのまま、もっこりのままなんですけど、多分ほとんどの海外の方はもっこりという日本語でわからないんですよ。何の意味がしてるはわからないです、ね、で、もう一つレッドカーペットの時に、まあ、やっぱりもっこりというの言葉が一番みんなキャーってのところになったんですけど、もう一つはね、 Get Wild のことなんですよ。オープニングはね、放送されなかったから、イタリアのシティハンターのオープニングはゲットワイルドではありませんでした。それもね、残念、めっちゃ残念なことだと思うんですけど、ちょっとね、話が長くなるんですが、一番最初、放送されたのは、1991年に、シティハンター放送されてたと思うんですけど、結構かなりね、5年間ぐらい待ってたみたいんですよ。イタリアでキャッツアイ、オッキリガットが人気だったから、そういうアニメを買ってそのまま放送されようってしてたんですけど、あれ意外と下ネタが入ってる、これもっこりちゃん何の意味なの、え、これなの、え、絶対ダメとか、じゃあ全部もうリスタートから しようってみたいな感じで、最初のオープニングとかもっこりとか、だいたいその会話とか名前とか全部変更されてたんですよ。だから90年の放送、テレビの放送見てた人はちょっと今のシティハンターと違うんですよね。だからまあそんなにゲットワイルドのイメージがない気がする、イタリア人は。なるほど、日本のやっぱりシティハンターイコールゲットワイルドみたいなとこがちょっとそのやっぱり差し替わっていたっていうことで、海外ではその文化がないんですね。そうですよね、もうピエンですよね。あとはもう一個変更されてたのは、私はねさっきハンタと言ったんじゃないですか。そう、リオくんがね、リオの名前はハンタになってたんですよ。だからシティハンターのハンタ、そう、リオがなかったからさ、その名前も変わってたし、カオリさんはねイタリアでラオラになってたから、あれって思ってて、あれあれ、ハンタとラオラじゃなかったんだ、リオとカオリやんって思ってる人もいたと思うんですよ。わかりました。まあね、すごく映画はいいということですけど、やっぱり面白いですね。90年代のアニメと世界とのこのイメージの違い。ね、全然違うよね。そう、だからもうちょっと年上の方に今シティハンター見ましたかって聞くと、絶対その彼らたちのリアクションは今の20代のリアクションと全然違うと思います。うん。ね、でもすごく良かったですよ。いや、もうちょっと見たかったね。いや、なんかもう2位が出ないかなってぐらいをめっちゃ希望してる。ということで、今 Netflix はね、放送されてるなんですけど、よかったらぜひチェックしてみてください。もう本当に面白かったで、あとクオリティすごい高かったから、ありがたい。ありがたいです。ありがたいです。またコスプレイヤーがね、必要だったらとか、外国人が必要だったら呼んでください。あれ、確かに外国人のキャラってもいたんですよね、シティハンター。まあ、いっか。はい、今日見てくれてありがとうございます。また、ぜひ、SNS とかもチェックしてください。インスタグラムとかもね、ツイッター、いつも日本語とかにもね、投稿してるので、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあ